はい、では寄せ植え2つ目ですね、作っていきます。で、ね、こっちもいや、こんな感じで底石ネットをね、切ったものを入れて、で、おっと入れすぎた、マヌマの中粒を半分ぐらい入れます。これものぞみで作ってるブレンドの土を入れます。砂を入れてね、もりもり山になるように入れて、はい、でオルトラ、オルトラもりもり入れますね。はい、ちょっとね、白いカップの鉢なので、センターどうしようかな。これはどこでも良さそうかな。はい、でこっちのね鉢はスターターセットに入ってるあの苗を使って寄せ植えをしていこうかなと思います。もうスターターセット売り始めて結構経つんですけど、そういえばスターターセット使った寄せ植えって作ったことなかったなってふと思って、結構あの購入していただいた方があの届いた後にお世話しましたってあの写真をね、あの皆さん送ってきてくださって、すごい可愛い寄せ植えをね作ってるので、なんかちょっとそれを見たら自分もあの寄せ植えしたくなってで、一応ねあの、まあ、スターターセットの苗はその時にあの可愛く育った苗を入れてるので、同じ、ね、苗じゃないかもしれないんですけど、一応こんな感じでカットしてきたので、これをね使って、はい、寄せ植えをしていきたいと思いますね。一応スターターセットだとあの40カットぐらい苗が入ってて、プラスこういうちょっと大きめのエケベリアを2つ入れてっていうようなセットになってるんですけど、今回はちょっと鉢が小さくて苗2つ入らないので、1つだけエケベリア使ってこうポイントになるようにですね使って寄せ植えをしていきます。このねピンクの可愛い苗がピオリスっていう苗ですね。これビアホップですね。ビアホップね、すごい黄緑で可愛い苗ですね。青いのにしようかな。はい、これが、ブルーエレガンスかな。あんまりね同型が横並びにならないように植えた方が結構可愛い寄せ植えが作れるので、その辺をちょっと意識しながら、同色ですね、同型じゃない、交互にねいろんな苗を植えていきたいと思います。でごめんなさい、これがマッコスですね。これプロリフェラですね。プロリもね冬になるとピンクに紅葉するのでね、めちゃめちゃおすすめないですね。この2種類にしようか ね。今回私が使ってるのはこんな感じでね、なんかちょっと曲がっちゃったりしてなかなか売り物にするにはっていう子をちょっと使ってます。今回はこれにこれ入れようかな。もう、ね、これねなんか銀色のピックがあったのでそれを入れて、隣には可愛い真っ赤なブロンズ姫を入れます。はい、またこれがビアホップですね。ビアホップがねすごい黄緑色でこうパステルっぽい色に今紅葉してて、すごい映えて可愛いですね。で、これが姫秋麗ですね。はい、またまたビアホップちゃんですね。ちょっとドーム状になるように植えたいので、高さがあるビアホップを真ん中ら辺に植えていきました。で、この青っぽいのがブルーエレガンスの苗ですね。だいたいあのほとんどの苗は紹介できてかなと思うんですけど、一応ね色が、前後左右で被らないように順番にですね今苗を植えていってます。次が、姫秋麗ちゃんですね。はい、次がちょっとオレンジっぽく紅葉するマッコスですね。で、マッコスの隣にこのピンクの苗がプロリフェラ、プロリフィカなんていうのが多分正式名称なのかなと思うんですけど、結構プロリフェラとかで売ってたりもしますね。はい、ね、半分ぐらい、3分の2ぐらいかな、もう植え終わったので、ちょっと、カメラワーク変えますね。後ろの方をぐるっと回していきます。はい、またですねここからひたすら普及苗入れていきます。これがブロンズ姫ですね。
これね、ちょっと葉っぱの数がっていうか葉っぱがちっちゃいなとか思ってこれも入れられないんですけど、マックスね。どうしようかな、ここセールでやめて、よし、ロッティね、今ちょっと育て中でなかなかスターターに入ってる方少ないかもしれないんですけどね、ロッティもめちゃめちゃ可愛いんでね、これロッティです。この辺かな、この銀が中心なので、はい、こんな感じでね、もりもりはい、ちょっとスターターセットの苗使ってこんな感じでもりもりに寄せ植えを作ってます。はい、で一応苗と苗のね間にちょっと隙間もあるので、ミルキーウェイを隙間に刺していこうと思います。で、ね、このねミルキーウェイはねちょっとスターターセットにはないんですけど、ちょっと長めに切ってね、で今回ねちょっと苗が赤っぽかったりピンクオレンジって暖色が多いので、ちょっと緑っぽい苗もね入れてねいきたいなと思ってますね。ミルキーウェイね、ちょっとわかるかな、ピント合わないんだよね、ちょっとわかりづらいよね。葉の先端がねちょっとプチプチ赤くなってて結構かわいいんですよ。結構ね私本当にモリモリの寄せ植えが好きなので、隙間見つけちゃセダム入れてって感じの寄せ植えを作ることが多いんですけどね。やっぱりねこう一個一個葉っぱの形が違うので、どうしてもねこうやってちょっと隙間ができたりは絶対しちゃうのでね、こうね埋めてあげるとねすごい可愛い寄せ植えになるのでね、材料がねやっぱり一番こう植えるのに苗を刺したりするのにね結構簡単だと思うので、いい感じになってきたかなね。はい、こんな感じ、これでねもちろん完成でもいいんですけどね、これだけでもめちゃめちゃ可愛いね。ちょっとあれこの辺いないね、ミルキーウェイが。結構ねこの動画カット結構してるのでまだ9分ぐらいにはなってるんですけど、実際ねこれもう40分ぐらいずっとこうやってちまちまね寄せててね、ほんと1個寄せ植え作るのに結構時間かかっちゃうんですよね。せっかくリトルミッシーがあるんでリトルミッシーも使おうかなと思いますもうリトルミッシーもね端っこにこうわさっといっぱい入れて垂らすのももちろん可愛いんですけど、こうやってさっきの、ミルキーウェイ同様にですね隙間に1本ずつ刺していってあげてもめっちゃ可愛いですよ。この間のね作った流木を使った鉢なんかは結構まとめてズボッと切ったんですけど、リトルミッシーってねこの葉っぱの縁がピンク色に紅葉するのでちょこちょこ入ってるとねめっちゃ可愛くて結構ねちま寄せするのには重宝してますね。あとミルキーウェイよりも
構リトルミッシーの方が葉っぱが大きいんで、こう隙間を隠したいんであればこうミルキーウェイより隠しやすいかなと思いますね。はいはい、こんな感じでリトルミッシーも加えてさらに隙間をなくしましたっていう感じですね。はい、こんな感じです。はい、ちょっとこっちに、ね、画面を戻して、今回は現在好評発売中のスターターセットの苗を使った寄せ植えの動画となっております。あのね、この時期はねめちゃめちゃ紅葉してて、とっても可愛い寄せ植えが作れますので、ぜひ皆様スターターセットですね、一度試してみてください。のぞみガーデンからのお知らせです。多肉をこれから始めてみたい人、始めたばかりの人、そんな方向けに作った多肉植物のスターターセットが好評発売中でございます。ありがたいことにたくさんの方にご購入をいただいておりまして、なんと販売件数が500件を突破いたしました。大人気のセットとなっております。この写真のように苗が10から12種類ぐらいで、なんと40カットも入ってる大変お得なセットです。エケベリアも2種類もついております。詳しい内容は概要欄、コメント欄に記載してあります。ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴していただいてありがとうございました。ぜひ次の動画もお楽しみに。